横浜の小学生が夏休みを利用して総理大臣が執務する官邸とあの都市伝説がある総理公邸も見学しました。こっち向いて正面の方。およそ30人の児童は組閣の時に閣僚が並ぶひな壇で記念写真を撮った後、総理公邸にも入りました。かつての閣議室などを見て回った児童らは安倍総理が公邸に入らない理由を感じ取ったようです。夜になるとものすごい幽霊が出そうな雰囲気でした。少し薄暗くて、ちょっと不気味だったけど、でも大丈夫でした。